テレビ見るな、本読む。これはちょっと宗教があって、こういったらしょうがないな。自分のベストに勝つ。あ、それありましたね。なんか表に出てましたね。なんかね、書いてましたね。妻の話をよく聞く。あ、自分が敵。小学校3年生の子供がいたなと。人の話を聞くと7分。人生とは卒業式のない学校。うん。ほうほうほう。なんか同じくなったな。イラストいいですね。イラストいいですか。あれ書いたんですか。四つ目さんって言うんだ。貧乏なんだよ。男は女美か。待てねえ、待たせねえ、待つ。これが48枚。うん、これいいですね、この。いただきます。いないよ、みんな。60枚書いたんだけど、その中ね。中央コピーとしてるか。中央コピーさんは知ってます。ね、わかりますよ。はい。え、あちらで？これは同じすんだけど。これ殻の部分。さっきいいなと思ったのが。あ、これ。これ、はい、あれですね、これ。これは、いいですね。これは何？来年用のカレンダーになるんですか？来年、もう9月20日に始まる。これ表紙のこれ。これなんか合成してあるね。おお。あ、はいはいはい。あ、これを書いたんだ。これが、これが秋用だな。おお。あ、はいはいはい。これは冬。それを6種類作ったんですか？いや、4種類。4種類。だから、ちょっと、一冊が、まあ、2000円みたいになっちゃうんだ。4冊くださいって言えばこれ、全部違うんですね。全部違う。言葉がね。言葉違う。ああ、いいですね。これだけでもいいそうですよ。なんとなく。で、これを、ただ袋に入れて、こっちだけ製本して、ポッポッポッと売るわけです。で、これは、まあ、これ薄い紙屋さんなんですよ。